今までことめからの陰湿な嫌がらせに、頭を悩ませていた一致。その上、ことめは金銭的な支援を要求してくる。自分にだけ高圧的な態度を取ることめに、ぶち切れた一致は、夫を利用してある作戦を実行するために、ことめ夫婦を家に招き入れることとなる。その後、一致の罠にまんまとハマったことめ夫婦は、泣きながら土下座する事態となる。一致が立てた恐ろしい作戦とは？自分勝手なことめ夫婦の悲惨な末路とは？家に招待した義妹夫婦に犬小屋にいろと言われたが、15分後、義妹夫婦は土下座してくる事態に。嫌がらせをしてくることめが、私たち夫婦に炎上してほしいと言ってきたけど、絶対に炎上したくないので、何かアドバイスが欲しい。夫や乙女には嫌がらせはされてないの？そもそも一致が嫌がらせをされているのは、知ってるの？アドバイスをするためにも、詳しい情報を書き込んでくれたまえ。先に言っておくと、嫌がらせをしてくるのは主に乙女だけだった。唯一の共犯者といえば乙女の夫くらい。夫も乙女もとてもいい人で、私のことを大事にしてくれる。ただ、私が高卒ということを知った乙女は、家の気が汚れる。と、言って嫌がらせをしてくるようになった。琴音の嫌がらせはとても陰湿で、夫や乙女に隠れて行われてきた。義実家に帰省をした際に、こっそり毎回私の足を踏みつけたり蹴ってくる。私とすれ違った際に琴音は私の耳元に、マジでブス。早く離婚しろよ、バカ。などつぶやいてくる。義実家に行った際に、私の財布からお金やアクセサリーがなくなった時は、私がそれに気づいて慌てている時に、琴音は私にしか見えない場所でクスクス笑ってくる。一番ひどいと思ったのは、トメが私に作ってくれた料理に、私がアレルギーのあるそば粉を入れてきて、私を病院送りにしてきたこと。幸いなことに、料理を一口食べた瞬間に違和感あったので、それ以上は食べずに、様子を見ていたら呼吸が苦しくなった。それを見た夫が、アレルギー症状だと判断し、救急車を呼んでくれた。救急車を待っている際にトメが、そんな、そば粉が入ってないはずなのに、なんでこんなことに。一致さんごめんなさい。と、涙を流しながら私に謝罪をしてくれた。その瞬間だけはトメが私にそば粉を食べさせようとしてきたのかと思ったけど、トメの必死な謝罪を見ていると、トメが犯人ではないのではと思った。私がそう思った瞬間にウトメと夫の後ろで、コトメが、邪魔ーと、気持ち悪い顔で笑っていたので、私の料理に細工したのはコトメだと直感した。しかし、その後すぐに私は気を失ったので、その時は追及することができなかった。その後、私は病院に運ばれ、一週間ほど入院することになった。私の入院中、乙女は私に土下座して謝罪しに来てくれた。その際の乙女は私を病院送りにしたショックが、大きすぎてしまい、飲み食いできないほどになっていて、かわいそうなほどにげっそりとしていたよ。その時点で乙女は濡れ衣を着せられただけだと思った。マジで命を狙われたのかよ。っていうかその時点で、乙女や夫に言わなかったのか？病院に来てくれた際に、乙女に琴音のことを言うのは、乙女のメンタルを考えると、どうしてもできなかった。その代わりに夫に恐る恐る、琴音にされたことを相談してみたんだ。でも夫は、妹がさすがにそんな陰湿なことを、するわけないだろ。と、全く信じてくれなかった。ただ、それに関しては夫が信じてくれない気持ちは、わからなくもない。なんせ、琴音は夫と乙女の前では、穏やかでのほほんとしているお嬢様だから。夫からは琴音は人が困っていると、率先して助けるタイプだと聞いているので、人が嫌がることをしているなんて、思ってもないでしょうね。しかも、乙女と夫が目の前にいる時の琴音は、一致さんがお姉さんになって、本当に嬉しい。お姉さん、大好きです。と、私に懐いているパフォーマンスをしてくるので、夫が信じられない気持ちもわからなくもない。そば粉事件の後、正直義実家に行きたくなかったんだけど、琴音が、お姉さんに会いたい、と言ってくるんだ。何度か仮病や仕事を理由に、義実家に行かなかったんだけど、私がその手段を取った際、お姉さんに会えなくて寂しいので、会いに来ちゃいました。琴音はわざわざ我が家に来たので、おとなしく義実家に行く選択肢しかなくなった。うわ、家に来た時は何かされたの？琴音が家に来た際は夫は一緒なの？琴音は夫に女同士で遊びたいと言って、一人で我が家に来たよ。その際は琴音は誰も見てないのをいいことに、家の中を荒らしまくり、私の服やアクセサリーやお金を強引に奪って、帰っていく。本当に悪質なことにその後琴音は、お姉さん、お土産とお小遣いありがとうございました。
また一緒に遊びましょうね。と、思ってもないことをメールで送ってくる。うとめと夫はことめの言う通り、私がプレゼントをしたと信じきっているので、なかなか真実を話すことができなかった。ことめがそのメールを送ることで、奪われたのではなくて、一気が好意でプレゼントを渡しているということになるな。ことめ夫にも嫌がらせをされたの？ことめ夫は私がことめに嫌がらせをされている間、ことめと一緒にクスクスと笑っているだけなんだ。でも、ことめが結婚して、笑われるのが一人から二人に増えたことで、私のストレスは比例して増えていった。ただ、ことめと義実家で会うことは、一年で二回程度だし、うとめと夫はことめのことが関わらなければ、いい人たちなので耐えることにしていた。でも、援助となると少し話が違ってくる。ことめはうとめと夫に、夫が詐欺に遭ってしまったせいで、500万円借金することになった。しかも、夫がリストラされてしまったので、家賃や生活費が払えないので援助してほしい。と、言っていた。うとめと夫は借金やリストラの証拠を見ないまま、ことめの言葉だけを信じて、うとめは借金の肩代わり、夫は毎月5万円の援助をすることを決めた。夫の個人的な貯金を使うとは言っているけど、私はことめに援助をすることに抵抗があった。今まで私は、ことめがいい子ちゃんをする演技を、見続けてきたこともあって、嘘をついているようにしか見えなかったから。なので後日、私はことめをカフェに呼び出して、お金に困っているのは本当なのか聞いたんだ。すると、ことめはニタニタ笑いながら、あんたの言う通り、借金もリストラも嘘。友達に自慢するために新しい家が欲しいの。それにあんたたちも家を購入するつもりなんでしょ？お前たちに一軒家はもったいないから、その資金は根こそぎもらうつもりだからね。と、言ってきた。ことめは自分の私利私欲のために、今後も嘘をついて私たち夫婦のお金を、奪っていくつもりだと知り、震えが止まらなかった。きっと今までもことめはうとめや夫に嘘をついて、自分の思い通りにしてきたんだろうな。てか、そんなこと一気にペラペラ喋るのは、バカすぎないか？恐る恐ることめが過去にも嘘をついて、夫たちにお金をもらっていたのか聞いてみたら、ことめは、私がお金のない友人に、食事を食べさせてあげたからお金がないって言ったら、私の家族はバカ正直に信じて、すぐにお金くれるのよ。本当は新しいバッグを買うためだったり、遊ぶお金が欲しかったりしただけなんだけどね。と、意気揚々と話してくれた。ことめの言葉に私がドン引きしていると、ことめは、言っておくけど、さっき話したことをお父さんたちに言っても、全く信じなくて無駄だから。だってあの人たちは、私のこと本気でいい子だって信じているからね。と、私に勝ち誇ったようにそう吐き捨てて、会計を私に任せて店を出て行った。ことめが調子に乗っていろいろ話してくれた上に、あっさりお店を出て行ってくれてよかった。なんせ、私の胸ポケットの中に、ボイレコが入っていたから。録音していたのか。偉いな。その録音を夫に聞かせたの？もともとことめを呼び出したのは、その証拠を取るためだったんだよ。これから、この録音を夫に聞かせてみようと思っているけど、夫にその録音を聞かせることで、義家族を破壊することになると思うと尻込みをしてしまう。何よりも録音を聞いたとしても、ことめを信じたままだったらという不安もあり、一旦、ここに書き込んでみた。ここまでひどいことを言われても、ことめを信じるならシスコンだから離婚一択だよ。ここで夫に暴露をしないなら、このままことめの金づるになるだけだよ。夫に一致の本気度を知ってもらうために、離婚届見せてから話し合うとか、一致の両親と、一緒に話し合いをしてみたらどう？温かいコメントをしてくれてありがとう。書き込みしている最中によく考えたら、このまま夫に真実を話さなければ、うとめと夫だけでなく、私もずっと金づるのままなんだよね。このまま金づるになるのはごめん被りたいので、離婚届をお守りにして夫と話をつけてくる。また、いろいろ終わったら報告に来るね。こうして、一致はスレミンに背中を押してもらい、夫に全てを打ち上げる決意をして、スレから姿を消していった。再度一致が戻ってきた時には、最後の書き込みから数ヶ月が経っていた。前に義両親と夫に猫をかぶって、好き放題していたことめのことを、相談させてもらったものだよ。やっとことめに一泡吹かせることができたので、その報告に来させてもらった。あの書き込み後に意を決して、夫に私がことめに今までされたことと、先ほど録音したことめの本当の姿を、聞かせてみたんだ。録音を聞かせた直後、夫は、そんなバカな。と、顔を真っ青にしてショックを受けていた。
その後、夫は一人で数秒悩んだ後に、琴音がこんなことを言っていたなんて、今でも信じられない。と、つぶやいたので、とうとう私は夫に対して堪忍袋の緒が切れてしまった。私は夫に離婚届を突きつけて、私は琴音によって命まで狙われたのよ。自分の妹だから信じたくないかもしれないけど、私のことを信じないなら、この離婚届にサインをしてちょうだい。と、涙ながらに訴えた。私の必死な姿を見た夫は、一致の気持ちを知らずに、バカなことを言ってしまってすまない。今後、俺は琴音に援助はしないし、一致が希望するなら、引っ越しでも琴音とも絶縁をする。だから離婚だなんて言わないでほしい。と、夫も涙を流して私に謝罪してくれたので、私は夫との離婚は一度思いとどまることにした。しかし、夫は私の暴露した琴音の本性に関しては、まだそこまで信じきれてない様子だった。この段階で信じられないのであれば、また琴音が夫に助けを求めてきた際にも、夫は琴音に情を出して、私に隠れて援助をする可能性が高いと思った。夫がそんな反応なのであれば、きっと乙女に同じように録音を聞かせたところで、夫と同じ結果になるのは予想がついた。なので、私は夫と乙女に実際に琴音の本当の姿を、見せるためにある計画を立てることにした。私は夫に、琴音の本性を見せてあげるから、少し協力してちょうだい。と、作戦内容を提案してみたところ、夫は私の気が済むならと承諾してくれた。その後、私たち夫婦は乙女と琴音夫婦に、いい物件が見つかったので近々引っ越すと報告。そして、私たちの引っ越しが落ち着いたところで、夫から琴音に、家のお披露目をしたいから、一度家に遊びに来いよ。と、連絡をしてもらった。夫の提案に琴音は二つ返事で承諾。その後、琴音夫婦が家に訪問する日時が決まり、その日に向けて私は準備を進めていった。そして運命の日となり、予定通りの時刻に琴音夫婦が家に訪問してきた。私と夫は琴音夫婦を家の中に招き入れ、お茶をすることになった。その中で琴音たちは、私たち夫婦より前に、こんな素敵な家を持つなんて、さすがお兄ちゃんたちね。俺が会場なしなばかりに、琴音さんにはいつも迷惑をかけてますが、いつかお兄さんたちの家より大きな家を建てれるように頑張ります。と、私たち夫婦を褒めちぎってきた。ちょうどその時に夫が、申し訳ない、今から少し仕事に行かなくちゃいけないんだ。1時間ほど俺は席を外すけど、琴音たちは気にせずのんびりしていてくれ。と、言い残して私と琴音夫婦を置いて、慌ただしく家から出て行ってしまった。夫が出て行く前まで、聖母のようにニコニコしていた琴音は、夫が玄関を出て行った瞬間に、急に無表情になった。私が出たなと思っていると、琴音は私に向かって、なんであんたたちが、先にこんな立派な家を建ててるのよ。マジでありえないんだけど。ああ、本当にうざい。と、罵詈雑言を浴びせてきた。そして、琴音は私に、あんたの顔を見てたらイライラが止まらないから、出て行ってもらえる？庭に犬小屋あったわよね。ちょっと犬小屋でも入っててちょうだい。と、言い放った。琴音夫は琴音の言葉に大爆笑しながら、いいにゃん、お姉さんにはちょうどいいかもね。と、言い放った。その後、私は力の限り抵抗したんだけど、2対1では到底対抗できるわけもなく、琴音夫婦に無理やり庭にある犬小屋に押し込まれ、家の中から鍵を閉められてしまった。ちなみにその日はちょうど真冬だったんだけど、コートなどの防寒具を持たせてくれなかったので、私は寒さでガタガタ震えるしかできなかった。もちろん、スマホは家の中なので、夫に助けを求めることもできない。その様子を窓越しに見ていた琴音夫婦は、いい気味だこと。10万円ほどお小遣いくれたら、家にあげてあげなくもないですよ。などと嘲笑っていた。その後、琴音たちは自分たちが、持って帰れそうなものを家の中から物色したり、わざとソファにコーヒーをこぼしたり、私の財布を漁るために探し始めた。そんな自分勝手なことをする琴音たちは、その数分後に一気に地獄に落ちることとなる。このタイミングで夫が帰ってくるのか？家の中を録画していて、夫がそれを見ているとかかかな？お察しの通り、家の前室に防犯カメラを設置して、先ほどからの一連の流れを、近くの喫茶店で夫と乙女に見てもらっていた。先に家を出た夫がお店で事前に、琴音が乙女と夫をバカにした発言の録音を、乙女に聞かせているはず。これで乙女と夫は、琴音の悪用を信じざるを得なくなった。私たち夫婦が琴音の突を恐れて、引っ越したのは事実なんだけど、
本日琴音を招待した家は、実はレンタルハウスなので私たちの新居ではない。それを知らずに琴音たちは、家の中を嵐に荒らしていたよ。その数分後に琴音たちを止めるために、見たことないくらい恐ろしい顔をした乙女と夫が、そのレンタルハウスを訪れた。夫と乙女は犬小屋でおとなしくしている私を見つけ、今まで本当に迷惑をかけた。あとは任せてほしい。と、言いながら温かい飲み物を手渡し、一緒に家の中に乗り込むことにした。玄関を開けて部屋の中に入ると、家の中を荒探しする琴音夫婦を発見。それを見つけた音は、お前らは何をしてるんじゃボケが。と、耳が痛くなるほどの大きな声で、琴音たちに言い放った。それにより琴音はいつものように、猫をかぶりながら、一輝さんが財布を探していたから、私たちも協力していたの。と、このゴミを呼んで嘘をついていた。それを聞いた夫は、琴音、いい加減にしろ。お前たちがエッチにしてきたことや、俺らを ATM 呼ばわりしていたことはわかっている。と、吐き捨てた。すると一気に顔面蒼白になる琴音夫婦。そんな二人に私は、ちなみに私の財布は夫に預かってもらっているので、探さなくても結構です。私の財布など金目のものを探していたようだけど、何もなかったでしょ？だって、この家はレンタルハウスだもの。当然あなたたちが汚したり壊したものは、ちゃんと弁償してくださいね。と、真実を打ち明けた。私の言葉に琴音たちは、その場にヘナヘナとへたり込んでしまった。そんな二人に宇都と夫は、お金に困っているのも嘘だったのは、わかっているので、今後一切お前たちには援助はしない。数日前に借金を立て替えるために渡した500万円は、返してもらうぞ。俺も借金取りが来たって言ってきたから、20万円渡したよな？それも返せよ。と、さらに追い打ちをかけることを言ってきた。そんな二人の言葉に琴音は、そんな、新居の家の着手金も支払ったから、もう手元にお金はないから無理。と、拒否しようとしたんだけど、すぐに宇都に、そんな事情なんか知ったこっちゃないわ。お前が先にやることは一輝さんへの謝罪だろ。ちゃんと謝罪ができれば、分割での返済にしてやらんこともないぞ。と、ものすごい剣幕で言い放たれてしまっていた。その後、二人はしぶしぶといった様子で私に、お姉さん、大変申し訳ありませんでした。と、涙を流しながら土下座をしてきた。ただ私はその琴音の涙は、その場を切り抜けるための演技だと見抜いていた。なので私は琴音にこっそりと、ざまあ、と、口パクで言ってやったんだ。それを見た琴音は目をカッと見開いて、あんたのせいで私の計画が台無しよ。責任取りなさいよ、このブス。と、私に掴みかかろうとしてきたよ。琴音の攻撃は虚しく、すぐに宇都と夫に取り押さえられることになった。そして、先ほどの琴音の言葉を聞いてた宇都は、反省している気配は全くなさそうだな。もういい。お前には本当に幻滅した。私と息子への借金は金融機関に借りるか、建設をキャンセルするかして一括で支払うように。さもないと、本当に絶縁するからな。と、琴音に冷たく吐き捨てた。一番の ATM だったであろう宇都に、ここまで拒否されてしまえば、さすがの琴音ももうなすすべがないようで、その後はおとなしくなった。その後、琴音夫婦は一軒家の建築を断念し、宇都と夫に一括で返金することに。しかし、それとは別に琴音夫婦は、レンタルハウスのクリーニング代や家具の弁償代と、迷惑料として200万円ほどの支払いを余儀なくされ、本当にお金に困ることになったそう。ただ、もう乙女や夫に頼ることができないので、二人で働いて分割で支払っているらしい。乙女はその返済が終わらない限り、義実家の敷居はまたがせないと言っているので、当分、琴音は義実家に近寄ってこないと思われる。そもそも、レンタルハウスでの話し合いの際、宇都の怒った姿に琴音が完全に萎縮していたので、宇都が元気なうちは、琴音はこちらに近寄ってこない気がする。この事件が終わった後に宇都と夫に謝罪を受け、金輪際琴音に会わなくていいと約束してくれたので、夫と離婚はすることもないし、宇都との関わりは続けるつもり。普段温厚な人を怒らせることは、しないように心に誓ったよ。今回の宇都はいい意味で怖かったな。琴音にやられたことをやり返したくだりは、本当にスカッとしたよ。報告オツでした。こうして、一致はすれに琴音との戦いの記録を書き残した後、それから完全に姿を消した。きっと、戦いを乗り切った一致なら、現在でも優しい乙女と夫と仲良く、平和に過ごしているのではないだろうか。もしもあなたに一致のような琴音がいて今回のようなトラブルを抱えていたらどうしますか。コメントにて教えてくださいね。
それでは今回はご視聴ありがとうございました。ちなみに、旅行の際は一軒家をレンタルした方が、ホテル代より安いことがあるみたいです。